ロシアのオルガ・カプラノが登場です。去年の世界選手権のチャンピオン、ロープのランキングも現在1位、18歳の女王、ロシアのオルガ・カプラノは、彼女の演技もだんだん大人になって女性の魅力が出てきたように思われます。力強さが加わってきております。この独特の入りですよね。そうですね。柔軟性とスピード感、はい、ロシアの新しい力です。カプラノワ、スローターンですね、はい、足で上げてちょっと乱れました。そうですね。最後は、うまく片方をキャッチできましたね。高さも十分にありました、はい、現在ロープのランキングはトップです。カプラノは去年の世界チャンピオン、圏内に入ることができるか。7人目の選手です。カプラノは得点出ました 16.900、 4位、メダルを取ることはできません。